たちは3年間、暗闇の先の希望の光を信じ、私たち26名は音楽部の道を歩み始めました。その時、コンクールが中止となってしまい、言葉にできない悔しさが胸に残りました。挑んだアンサンブルコンテストも3日前の地震の影響により中止となってしまいました。でも苦しみを乗り越えた先に待っていたのは、出場予定の3校合同コンサートという明るい未来でした。誰かたった一人のために歌える喜びをいつまでも忘れない。